拍手いただきましてどうもありがとうございます。2回目も手は叩かんでねえ、去年なですな、くしゃうすこてよか天気だったばって、今年もよか天気でってね超ダメでな、またそこは濡れんけんがよかでしたいな。あのだいたいこう舞台は一応家のところばってん、もうここちょっとは水害でめちゃめちゃしとりますけんが、靴履いたまますんましんですな。なんか今言ったさえもっちゃんたちが腹筋の悪うごてて、そこまじゃなかですよ、ね、ただこのお祭りを盛り上げるためにね、ちょっとでございますので、皆さん方もせっかく来とんなはるけんがですね、今日はあちゃらんこちゃらんから来とんなはったでしょ、ね、一番私が10日来たって自信のある人、県外から来たという人、あ、そらおらっさんか、さすがに、ね、まあ、熊本市内から来たという人、あ、結構女ですね、バッテン城島見に来たですか、うんうんって無理せんでよかったですって考えてみるとな、去年の夏も暑かったばって、今年の夏も暑かったな、もう夏休みですよ、子供昔はもう夏休み朝から晩までもな外でも遊んでさらけったのかな、もう遊ばれんもんな、暑してもう年タオルールほんだこて、あ、今年はそして9月になっても暑か、10月の上旬になっても暑か、これは12月なんだ、どげんなとかと思った、やっぱ用意したもんでじわじわですね、秋めいてきて一番よか時期でございます。私もごめんしてしゃべるまで嫁子がですな、5年前ちょっとあの世に旅行に行ってくって3泊4日で行くって言って行ったつまって戻ってこんでした、もう寂しして寂しして娘が一人を泊まってんですな。こないだちょっと娘と二人で夢子の墓参りに行ってきたんですよ、ね、久しぶりに行ったけんも墓に着いたら娘が走っていくけん言うたんでした、そりゃ墓のとこも走っとでけんってね、墓だけにぼちぼち行くぞって言うてて、あがとこし腹筋が割れんですよ、キャットじゃですね、だですな、私もですな、もう夢もなんて、娘が可愛いして可愛いしてたまらんとですね、ソルガもやっぱですな、仕事しようでしょうが、もういつまって帰ってこんけ、失敗でどぎゃもならんとですね、もう娘がもう死んだ母ちゃんそっくり、もうやっぱお湯じゃなかですか、娘でまたぐらに入れちゃった糸中、あ、またぐらじゃなかったですね、目ん中に入れても糸中でいつまで戻ってこんな女を追って、あ、はあ、あんま心配ちょっとどこかどうかちょべしょこになった、おごつおごつ、こらこらおごつまい、こら